この日にこれをすると奇跡が起きるよっていう方法をお伝えしたいと思います。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて、11月9日は一粒万倍日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。そしてね、いつもみんなのコメントからパワーを本当にたくさんもらってます。ありがとうございます。というね、このコメント欄にもなんかたくさんねいただいてるんですが、今回ですね、こういうコメントをいただきました。まあ、父の足が無事に治りました。程度も手術も軽くて入院にもならず済みました。ここに書いたから本当になりましたっていうね、メッセージをいただいたんですけれども、おめでとうございます。ね、早く良くなってよかったですよね。まあ、こういうコメント本当に嬉しいです。次はみんなの番ですからね。ぜひぜひいろんなこと書いてくださいね。さて、実は翌日のね、10日も一粒万倍日なんですけれども、まあ、連続する開運日なので、今日は特別にこれをするだけで奇跡が起こるよというとっておきの方法をお伝えしたいと思います。で、その前にね、開運日に欠かせない開運アクションをお伝えしたいと思います。まず一つ目の開運アクションは神社参拝です。で、この日はね、近所やお気に入りのね、神社お寺に行くのにとってもいい日なんですよ。なので、氏神様だったりね、まあ、ちょっと自分が行きたいっていう神社やお寺に行くのはすごくおすすめです。で、まあ、この日はね、アクションするといい時間帯があるんですけれども、それが午後1時から3時、まあ、比較的ね、行動しやすい時間帯ですよね。で、この時間を意識して神社参拝すると、いいことが続けて起こったり、資格取得のためのね、試験に合格できたり、土地や収入が増えるとされてるんですよ。なので、神社やお寺など聖地に行くと背筋もね、気持ちもシャンと伸びますよね。何か気になることや落ち込むことがあってもね、神社やお寺の土地のパワーに触れることで、まっすぐ前を向こうっていう力ももらうことができるので、もっともっとパワフルになりたい、やる気を出したい、パワーで満ちている状態になりたいと思ったら、ぜひ9日のね、13時から15時に神社やお寺にね、行くっていう方はぜひ参拝してみてください。で、もしね、行けないっていう方だったら遠隔参拝も OK ですから。で、これは鉄則なんですけれども、自分の宣言をするのではなくて、まずは神様に日頃の感謝をお伝えするのを忘れないでね。そしてこの日の開運アクションの2つ目は金運アップ掃除です。で、この日は特にね、キッチンの扉と電化製品をきれいにしましょう。で、キッチンはね、食べ物や家族の食を扱う場所なので、富の象徴のエリアなんですよ。で、その入り口であるキッチンの扉をまずはきれいにしましょう。で、キッチンへのね、入り口の扉がないお宅もあると思うので、その場合はキッチンとそうじゃないエリアの境目となるね、床や壁をきれいに磨くのも OK です。そしてキッチンの電化製品の中でも電子レンジと冷蔵庫に注目するといいんですよ。で、レンジは、まあ、火っていうね、エネルギーになるんですよ。で、一方の冷蔵庫は水のエネルギーなんです。まあ、引用5行で言うね、火と水は相反するエネルギーなのですけれども、現代のキッチンではどちらも必需品なんですよね。なので、エネルギーのバランスを保つためにも、どちらもきれいにしておくことが大事です。で、レンジはね、中や扉もピカピカにしましょう。そして冷蔵庫はね、今回ね、中に入ってる食材も整理してください。賞味期限が切れてるね、食材とか調味料はないかな。まあ、ちょっとね、ほったらかしにしてる野菜とか果物があったら、その部分だけを切り取ってね、まあ、使えるものは使って。で、まあ、そこから冷蔵庫の掃除で大事なのが、まあ、冷蔵庫の扉なんですよね。ここもしっかり磨いておきましょう。ちょっとね、キッチンとかも乱れてるような状態だと、富のエネルギーも乱れちゃうんですよ。なので、冷蔵庫はキッチンの中でも見た目の面積がちょっと大きいんでね、
すっきりさせましょう。で、キッチンはいつでもすっきりしていて掃除しやすいことを心がけてください。そうすると金運のエネルギーが入ってきて循環しやすくなります。そして次に開運アクションの3つ目は開運フードです。で、この日の金アップフードはみかん。なんといってもみかんは金運カラーの代表ですよね。で、みかんのイメージというと、まあ、こたつを囲んでね、ぬくぬく過ごす家族時間には欠かせない冬の果物だと思うんですけれども、家族が平穏に豊かに過ごせるように、風邪をひかずにね、健康で過ごせるように、みかんを食べながら過ごす時間には、そんな思いが込められていると思うんです。で、実際みかんにはビタミン C が豊富に含まれているので風邪予防になるとされてますよね。そんなラッキーフードですから、リラックスタイムのお供にぜひ食べるようにしましょう。そして次に強運アップフードはえのきです。で、旬の食材でもあるね、キノコは運気を上げてくれますけれども、中でもえのきは食物繊維とかね、ビタミンが豊富なんですよ。なので体調を整えてくれるだけじゃなくって、白い食材は運気アップには最適ですから、料理に加えてみましょうね。お財布にも優しいし、カロリーを気にしている方にも嬉しい食材ですよね。そしてラブーンアップフードは大根。大根を中国の漢名で表すと、福が来るを意味する来福になるらしいんですね。で、福を呼んでくれる食材である大根は、これからの季節を代表する根菜です。恋愛や結婚には根気が必要ですから、まあ、根気をね、養ってくれる根菜である大根が頼りになります。で、少し寒くなる時期ですから、鍋に入れたりね、お味噌汁に入れたりして、体を温めてくださいね。それでは、この日にこれをすると奇跡が起きるよっていう方法をお伝えしたいと思います。それはですね、感謝を書くことなんですよ。で、この日なら午後1時から3時にかけたらいいよね。で、そんな簡単なことと思うかもしれないんですけれども、奇跡を起こすにはすごく高くていい波動が循環することが必要なんですよね。この世界で一番波動が高いかもしれないなっていう言葉は一体何だろうってことなんですけれども、まあ、それがありがとうなんですよ。感謝の言葉が世界で一番高い波動を持ってるんですよね。なので、感謝の言葉を発してるとき、感謝の気持ちでいっぱいに満ちてるとき、自分も一番高い波動になっているんです。で、その状態を少しでも長くキープできると、高い波動がどんどん巡ってくるので、奇跡を起こすようなエネルギーも巡ってくる可能性が高いんです。で、実際の方法としては、一日を終えてね、眠りにつく前にその日の感謝したい出来事をノートに書き出してみましょう。少なくてもね、10個以上、多ければ多いほど奇跡に近づくんですよ。で、感謝したい出来事はどんな些細なことでも OK ですよ。美味しいご飯を食べられたこととか、スマホで大好きな人たちとコミュニケーション取れたこととかね、まあ、YouTube を見て笑いながら過ごせたこと、温かい家があること、愛する家族やペットがいてくれること、元気で働ける体があること、同僚から褒め言葉を言ってもらったこと、励ましてくれる友達がいることなどね、日常の中から感謝したいことを思い巡らせてくださいね。感謝について考えているとき、自分の意識がありがとうという気持ちでね、見せてきます。そうすると波動が高い状態になるので、それに見合ったエネルギーが循環するようになるんですね。そのエネルギーが現実を作るので、結果として奇跡のような出来事が起こるようになるんですよ。書き出すのがどうしても難しいっていう方はね、ありがとうと口に出してみましょう。ね、1回でもいい。そして、まあ、10回でもね、言えたらいいよね。で、本当はね、100回声出せるとベストって言われてたりもするんだけど、でもこれは1日の合計くらいに言えたらいいよね。で、少しでもいいから言ってみよう。自分の意識がありがとうでいっぱいになってるのを感じながら声出してみてください。それだけで現実が変わります。
本当にありがとうと宇宙に感謝したくなるような奇跡が起こりますから、ぜひやってみてね。ということで、この日は幸運や機運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かしてね、運のポイントを貯めていこうね。こういう一粒万倍日にありがとうって言えたら、万倍にもっともっとやってくると思います。まあ、そういうことがね、幸運や機運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金とか幸せがどんどん巡ってきます。だから自分の心地よさをまずは意識して大事にすることも開運アクションの一つなのね。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではこの一粒万倍日ね、やろうと思うこと、そして予祝したいこと、願い事をぜひこのコメント欄に書いてくださいね。ね、書くことによって自分の意識に入ります。まあ、こういうことってやっぱりすごく自分が楽しくなるし、波動が高いね、このコメント欄に書いたら早く引き寄せますから、そうやってね、嬉しいコメント待ってますからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。みんないつもありがとうございます。私もいつもみんな見てますからね。でね、今日こうやってありがとうとか言ってるじゃないですか。ね、私もね、ありがとういっぱい言おうと思うんだけど、ついね、あ、すみませんとか、あ、ごめんなさいとか言っちゃう時があるんですよ。そういう時は、やっちまったなって言いながら、またありがとうって言い直してます。じゃあね。